おはようございます。釣り子 TV です。これマサーオールスタークラシックの動画でもアップで撮ったりしてたんですけどね、一番ビビビってきたですね。これは買わなきゃなって思ったのが、このシマノのブースにあった、モンスターハンターとのコラボルアー、3色ぐらいあったんですけどね、クランクベイトとバイブレーションと、あとこのトリプルインパクト、どれか買いたいなと思って、でもバイブレーションって結構なくすときなくしちゃうしな、まあクランクベイトもちょっと果敢に攻めるとなくなっちゃうことはありますからね、せっかくなんでなくしたくないなというところで、このトップウォーターだったらまあまあ、なくならないで、あとは、ずっと使えるだろうということで、自分はですねこのトリプルインパクトの限定から、買ってきました。ゲームとのコラボルアーなんですね。だからもうこのカラーリングがめちゃくちゃ綺麗ね。あーちょっとこういうの会場限定ですからね、どっかで手に入るといいんですけども、せっかくコラボしたからバサーオールスタークラシックだけじゃなくて、まあ例えばそうですよね、来年のキープキャスティングとかああいうところとかでも並ぶと、いいんじゃないかななんて期待しておりますけども、まあ早速どんな感じのカラーなのか開けていきたいと思います。ケースもしっかりと、まあ、まあまあしっかりしてますね。でバンタムシリーズってことですよね。ここにバンタムって書いてありますけども、シマノで、はい、こんな感じのカラーリングです。はい、頭リップがこういう感じのリップで、で目玉がですね、これなんか青い目に赤い瞳で、まぶたみたいな感じで上が黒がこうかぶさって、こんな感じの目してたんですね。そしてこの特徴的な鱗模様、あーでこうシェイプされて、で後ろにこのプロペラで、三角形のこういった部品がついているんで、結構やかましそうですよね。カシャ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 なりそう。で針がなんか最初からこれなんかすごい針ついてるんですよね。多分最近流行りのフッ素加工を施した針最初からつけてくれてるのかなというところで、吊るしの状態で開けてすぐに使えるんじゃないかな。スプリットリングもついてるんで、糸も滑ればすぐに使えるよって、こういった感じじゃないかな。でね、ホームページの方調べたらいろいろとどういうものなのか書いてあったので、早速ですねちょっと見ていきたいと思いますが、こんな感じでモンスターハンターのホームページを開くと、そこにですね関連情報ですね、新着情報のところにモンスターハンターダブルクロスとシマノがコラボレーションしたバスルアーが登場ということで、トリプルインパクトのバルファルク SP ということで、価格が2315円プラス税ということで、およそ2500円ぐらいで、確か会場2500円で売ってたんじゃないかな、それで、買ってきたんですけどね。で発売元は株式会社シマノで、で一緒に釣りに行こうぜ、性能の異なる3種類のモンスタールアーでバスを狩る、シマノの人気バスルアーバンタムシリーズにモンスターハンターダブルクラスのコラボレーションモデルが登場、実績のあるルアーとモンスターの特徴を合わせ、見た目も性能も異なる3種類のモデルをご用意ということで、バルファルク SP はですね、超航空を飛翔するバルファルクをイメージ、銀色の鱗の輝きでバスの注意を引き、テールのプロペラで金属音と水飛沫を、上げながら水面を爆走しバスを威嚇、水に潜らせないように引いてバスを誘うトップウォータータイプですということで、その他下にですねこうさっき言ってた、バイブレーションのですねディアボロス SP とかですね、あとはリオレウス SP っていうことでこう説明書いてありますので、興味ある方はこの何ですかね、これなんで調べたんだっけな、シマノモンスターハンターで打ち込むとポイントホームページ出てきて、詳細な値段とかですね特
長が他のルアーも書いてあるんで、ぜひ注目していただければと思いますが、何にしても、まあ、もちろんあれですね、ブラックバスで使うのもあれなんですが、トリプルインパクトって前のやつが非常にシーバス釣りに効いたんですよね。水面でこうやかましくウォーブンロールしながら水を攪拌しながらこう泳がせてくると、ドカーンとすごい水柱が立って、スズキがよく釣れるっていうことで、結構スズキルアーの名作としてもですね、前回のトリプルインパクトすごい評判が良かったんですよね。で、発売が終わった後もですね、中古釣り具屋さんで、一番大きいサイズなんかが並んでいたら、どちらかっていうとバサーの人よりもシーバスハンターの人たちがですね、こぞってよく買ったなんていう、記憶がありますけども、自分も何個か持ってるんですけどね、今回はですね、その、トリプルインパクトがバンタムシリーズになって新しく出たっていうことで、どっかのタイミングでこれじゃなくてもですね、通常カラーで買おうと思っていたんですけども、なかなか買えずにいたところ、会場限定のこんな白っ、これ真っ赤っかですね、こんな感じのかっちりカラーが売っていたもんで、ついついですね買ってみました。これちょっと触っただけでもやかましいの分かりますよね。カショ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 とですね、非常に、魅力的な音を出してくれそうだなというところと、あとは形が非常にこのリップとかも含めていいんで、非常に魅力的な泳ぎをしてくれるんじゃないかなと、期待しております。何にしろもう前作の実績がありますからね。で、それよりちょっとこれはちっちゃいサイズかななんて思います。こっちにバンタムの説明も書いてありますね。バンタムのトリプルインパクト、ハイピッチウォブルから生まれる独特の複合サウンドで攻撃的に進化した新生トリプルインパクト、ベイトフィッシュ系のハイアピールウェイクベイトとしてさらに進化を遂げたトリプルインパクト、リップの水切りを追求しアクションをハイピッチ化して高速引きにも対応しております。大型化したプロペラで水面を叩き独特のノイズを生み出します。邪悪でのダイビングによる探求交えた誘いも効果的です。まずこのリップが付け根を絞り込み、側面を極限まで薄くした、これによってアクションのレスポンスが非常に良くなってるよっていうことと、まあ、ここら辺があれですかね、高速引きにも対応して、まあ、ちょっと引き心地がよく前のより軽やかになってる、だから高速引きにも対応できるよってことなんですかね。で、フックをボディから下方向に離して保持するオフセットアイ、これがビョーンとボディから飛び出してフックがあるんで、毎年魚をかけやすいっていう、こういったコンセプトなんですかね。こう下に2つとも出したような感じで、針がちょっと遠くになるんで、冬のバイトとかもかけやすいんじゃないかな。で、見えないんですけども、やや後方に配置した、低重心固定ウェイトがこのケツの方のどっかに入ってるんですね。で、注目なのがこのプロペラが、大型ストレンレス製プロペラプラスデルタプレート、プロペラの回転慣性を創作して直進安定性を高めるため、シャフト、取り付け角度を左にオフセットしているのかな。あー、言われないとわからないんですけど、これ出した状態で若干ボディからこう、なんていうんですかね、この部品が曲がってるんですよね。簡単に曲がってるんですけど、これっていうのはこのプロペラが回ることによってどっちかに偏ろうとするのを操作するためにあえて、ちょっとビヨッと横に向いてるよっていうことで、これ説明読まないと分かんなかった。釣り場で見たら、あーやべえって言って、これペンチでグイッてまっすぐのところに戻しちゃいそうですね。危なかった。これは説明を読んでおいてよかったなーっていうことなんで、デフォルトでヒートンが斜めに装着されていますのでご注意ください。またヒートンの緩みでバランスを崩すことがあります。使用中にヒートンの先端が縦にまっすぐなっているかご確認ください。ヒートンを差し込みすぎたり、サイズの違うヒートンを使用すると破損したり、泳ぎのバランスが崩れる可能性があります。下にあとこれ 19g ですよっていうのと、10.7mm ですよっていうのが書いてあります。なるほどなるほど。じゃあ
まあでも心こんなに飛び出してますからね、ストラクチャータイトに打ち込んだり、護岸際投げまくってくったら後方重心ですからね、落ちたりすると曲がっちゃうのかな。このどうでしょう、動画なんでこのデフォルトの角度をなんとなくこれで見ていただければな。釣り場で曲がった時はこの動画を見れば、こんな感じで若干オフセットしてるよって、これがわかるんじゃないかなと思うんで、まあ何にしてもバサオールスタークラシックいいですね。こういった本当シマノもあったし、ダイワもあったし、まあその他ものすごい数のブース出てましたけどね、それぞれのメーカーが、ここで盛り上げていくぞっていう感じでこういったコラボルアーなんかも、出していて、でモンスターハンターって自分、ごめんなさい、ゲームやったことないんでバルファルク何者かよく知らないんですけども、多分ルアーになるっていうことなんで非常に強いキャラクターなんじゃないかななんて思いますが、まあ、自分のやってたゲームなんかだと、あの新女神転生なんかも新しいシリーズ出るみたいですかね、新女神転生コラボ、次期待しております。あれ分かりやすい悪魔とか天使とかいっぱい出てきますからね、あそこら辺だと昔やり込んでたんで、あああのキャラクターねなんて、分かるかもしれないんですけども、まああとは最近流行りのポケモン GO とかと、コラボレーションすると非常に可愛いキャラクターになっちゃう可能性ありますからね、ポケモンルアーなんていうのもありましたけども、モンスターハンターって結構すごいいかついモンスターがいっぱい出てくるから、ルアーとのデザインも非常にマッチしやすいんじゃないかなと、まあいろいろ語ってきましたが、重ささっきも言いましたけど、一応重さもですね測っていきたいと思います。シマノのバンタムのニュートリプルインパクトは、何グラムでしょうか。表示に偽りなしですね、すごいやっぱシマノですね、19グラムですよって書いてあったんで、19.1 グラムということで非常に、これに書いてある通りの、重さですね、カチッとした作りなんじゃないかなと思います。まあブラックバス、ビッグバドとかだと結構11月ぐらいまで寒くなっても釣れるイメージがありますんでね、なんかここぞっていうムンムンした夕方、これは出そうだななんていう時はもちろん投げようと思いますけども、主には多分シーバス釣りで、夜のシーバス釣りですね、そこで投入してくる機会が多いんじゃないかななんていうふうに予想しております。とりあえずですね、本日はこんな感じで開封動画なんですけども、バサオールスタークラシックの2017の会場の島のブースで販売していたですね、トリプルインパクトのバルファルク SP、 これを買ってきたよって、こういった動画でした。はい、釣り子 TV でした。